ハローワールド、青木しきでーす。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、まあタイトルにもある通りに、画像の悪用、無断使用についてのお話をしていきたいと思います。まあね、もうタイトルからお察しの通りに、そんなに楽しい内容のね、動画じゃなくて大変申し訳ないなっていう気持ちがあるんですけれども、これはね、僕昔から結構悩んでることの一つで、まあせっかくこういう機会だし、僕以外にもね、同じような仕事をしてらっしゃる方とかで悩んでる方ってたくさんいると思うので動画を撮っている次第です。でですね、まあ直球に言いますと、やっぱり SNS だったりとかで好きな推しのアイドルだったり、まあ声優さんだったりタレントさんだったりの写真を SNS のアイコンとかヘッダーとかね、何かしらに使用してる方って結構いらっしゃると思うんですよ。本当にね、もうツイッターとか見てるだけでも、ご本人でない推しの方のね、写真とか、まあ推しのイラストレーターさん、絵師さんのイラストをアイコンにしてたりとか、そういう方って本当にたくさんいらっしゃって、結構皆さん悪意なく本当気軽な感じでね、そのアイコンとかに使用してらっしゃる方がほとんどだと思うんですけれども、ただそれをね、取り締まるっていうか、一個一個やめてねって言ってやめてもらうっていうのが難しい状況ではあるので、もう皆さん諦めてるというか、事務所さんももうしょうがない、しょうがなくはないんだけど、どうにもできないよねみたいな感じでね、野放しになってるような現状ですね。一部のね、有名人の方の事務所だったりとか、まあご本人様はツイッターとかでも写真の無断の使用とかはやめてくださいみたいな言ってらっしゃる方もいて、例えばゴールデンボンバーさんとかは公式からそういうアナウンスが出てたと思うんですよね。写真の無断使用やめてくださいみたいな。あとはまあ声優さん個人でも、事務所からだったり、まあ声優さん個人としても SNS とかでの本人以外の写真の使用やめてくださいみたいな言われてる方もいらっしゃるんですけど、まあ実際にね、そういうアナウンスを出したところで写真を使われることっていうのはどうしてもあるので、やっぱりね、こればっかりはね、なんだろう、いくら言っても無駄なことなのかもしれないですけど、本来は良くないことですよっていうのをまずお伝えしたくて。で、僕今回ね、その写真の無断使用とか悪用に関して言いたいことというか話したい話題が4つありまして、まずは1個は SNS とかでの悪意のないファンの方とかの悪意のない写真の使用。で、2つ目は身内が意図せずに結構やらかしてしまっているパターンもあるよっていうお話と、あと3つ目は画像ボットとかなんかまとめアカウントみたいな感じで、有名人の方の写真をまとめてツイートをしてるアカウントで、4つ目に関してはなりすましですね。で、僕自身はこのなりすましって4つ目の項目で一番被害を受けてるんですけど、実はあんまり公にしてないけど警察沙汰になってたりもします。なので今回はこの4つに絞ってお話をしていこうかなと思います。はい、で、まず一つ目の悪意のないファンの方の SNS でのアイコンやヘッダーへの写真の使用。ここはですね、結構多いと思うんですよ。普通に、やっぱツイッターね、見てるだけでも、自分だけじゃなくてね、他の声優さんのファンの方とかでも、本当に悪意なく推しの方の写真をね、アイコンとかにしてらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。で、まあ本人、ご本人様が SNS とかで自分のね、写真をアイコンに使ってくれるのはすごい嬉しいって公言してらっしゃる方もいるので、そういう方はね、全然いいと思うんですよ。使ってもいいよっておっしゃってる方の写真をアイコンとかに使用するのは全然いいと思うんですけど、僕の場合に限っては正直言うと、あんまり僕はそのアイコンで僕の写真を使われるとかが嬉しくないんですよね。それにもまあ理由があって、その理由はなりすましとかの方に話がね、繋がっていくんですけれども、僕自身もその悪意なくやってるっていうのは理解してるんですよ。ファンの方が僕のことが好きでとか、僕のことを応援してくださってるがゆえに、そのアイコンをね、僕の写真にするとか、悪意がないってことは本当にちゃんと理解してるので、ありがたいことではすごいあるんですけれども、もしどうしても僕の写真をアイコンとかヘッダーとかそういうのに使用したいなっていう方は、できればそのね、プロフィール欄とかにアイコンとかヘッダーは誰々さんですよみたいなのを一文をね、添えていただけるとすごく助かります。推しの写真をアイコンとかにしてひどい内容のツイートをする、まあ例えばひどい内容って言ったらなんだろうね、幼稚なレベルのあれで言うと、うんこうんことか書いてるようなアカウント、めちゃめちゃ自分が大好きな推しの顔のアイコンからうんこって発せられるのとかが絶対不快に思うファンとかもいるんですよ。それはまあ極端な例だけど、本当に結構攻撃的なツイートをする方とかもいらっしゃるじゃないですか。まあ一般的に人から見て、あんまりこの人のツイートよろしくないんじゃないかなみたいなツイートをしてる人のアカウントが推しだった場合、それはもうね、3次元2次元関係なく、推しの写真とか推しのイラストを使って内容のひどいツイートをするなって思っちゃうんですよね。僕は推しにも迷惑をかけることになってしまうし、例えばすごい他人に対して攻撃的なツイートをしてる人のアイコンが推しだったとしたら、推しは悪くないのに、
あ、この人のファンはこういうことを言う人なんだとか、間接的に推しの評価を下げてしまうとか、そういうこともありえると思うんですよ。だからアイコンを推しにするっていうのは、推しの人がアイコンに使用してもいいですよって言っていたとしても、もし使用するんだとしたら、その自分のツイートの内容とか推しの評価を下げないように気配りはしていきたいよねっていうお話です。僕がね、結構困っているのは、もちろん悪意のないファンの方のツイートではあるんですけど、アイコンが僕で、一応プロフィールにはアイコンは自分じゃないですよっていう表記はしてるんだけど、その方のツイートの中でハッシュタグ、なんだろう、美男美女とつながりたいとか、ハッシュタグ友達募集みたいな、要は友達を募集するハッシュタグをつけて、そのツイートに僕の写真を載っけて、中性的な人が好きだからお友達増やしたいですみたいな一文とかを添えてツイートしてるのを見たことがあって、僕やっぱりその自分のアイコンに設定されてるのが嫌だから、この人はどんな人なんだろう、変なツイートしてないかなとか心配になって、僕の顔写真にアイコン設定してる人のアカウントを見に行くことあるんですけど、その中で、まあそうやってね、友達募集のタグに僕の写真を使ってツイートしてる方がいて、正直そのね、ツイートだけを切り取ってタグとかから見たら、僕のことを知らない人はそのツイート主はその顔なんだって思っちゃうと思うんですよ。アイコンも僕だし、だからこのツイート主さんはこういう顔なんだ、へーって思われちゃって、要はなりすましじゃないけど間接的にそのなりすましっぽくなってしまうというか、勘違いされてしまうようなツイートをされてる方がいらっしゃって、僕は結構それがね、嫌だなみたいな。僕友達募集のハッシュタグとか使わないからさ勘違いされても、なんかしきくんがこうやって友達募集してるってパッと見で勘違いされても嫌だし、変なそういうトラブルみたいな誤解を招きたくないし、なるべくその僕の写真を誤解されるような形で使わないでほしいなっていうのがあります。だから本当を言えば、なるべくアイコンとかには使用してほしくないんですけど、どうしても使いたいなって人は、できればアカウントね、プロフィールのところにアイコンは青木式ですみたいな感じで明記しといてくださると嬉しいです。ただ個人のね、例えばスマホの壁紙にするとか、パソコンの壁紙にするとか、個人で楽しむ分には全然いいんだけど、 SNS とかいろんな人の目に留まるところではなるべくならやめていただきたいなっていうお願いです。二つ目なんですけれども、これ身内のやらかしって言ったんですけれども、僕オンラインゲーム昔からやってるじゃないですか。オンラインゲームってさ、いろんな人と出会うわけ。友達はすごいオンライン上は多いんですよ。だからね、例えば A さんっていうこと知り合ったとして、A さんと僕がオンラインゲーム上で友達になって、でオンラインゲームってさ、別に常に1対1で遊ぶわけじゃないから、じゃあ A さんっていう友達ができたから、僕がもともとそのオンラインゲームで他にも友達がいて、じゃあ B さんとか C さんとかを A さんにも紹介して、じゃあみんなで遊ぼうよみたいな、友達の輪が広がりやすいコンテンツではあると思うんですよね。そうやってオンラインゲーム上でできた友達がいるんだけど、その子が、その知り合った A さんが半分ぐらい僕のファンみたいなニュアンスの子だったりするんですよ。そうなった時に、別にその A さんは全く悪気がないんだけど、 Twitter のねアカウントとかを僕の好きなキャラクターのヘッダーにしてみたりとか、僕の好きな言葉を書いてみたりとか、ツイート内に僕の写真を載っけてみたりとか、本当に単純に半分ぐらい僕のファンだから、僕の好みに合わせてじゃないけど、僕の好きなものを詰め込みましたみたいなアカウントでツイッターをやってたことがあって、で、ね、それをね見たファンの方から、これしきさんの裏垢ですかみたいな聞かれたことがあったんですよ。で、僕全然そのさ、裏垢とかも心当たりがないから、え、何それみたいな。で、後々話を聞いたら、その A さんだったみたいな話で、確かにそれはなんか悪意があってなりすましたとかじゃないんだけど、はたから見たらさ、こういう関係はさ、僕もそのね C さんとか B さんとか紹介してるから、つながり的には僕と全く同じ交友関係がね、ツイッター上のつながりもあって、でなおかつアイコンとかヘッダーとかが僕の好きなものだったりとか、それこそ僕の写真が載ってたりとかして、それは確かに勘違いされてもおかしくはないよなって思ったんよ。だからそれは本当にね、身内のやらかしというか、やらかす意図はなく、なんかちょっと周りから誤解されてしまう状況になってしまったのは本当に申し訳ないなって思うんだけど、やっぱね、そこいくら身内とはいえ写真の使用とかは気をつけようねみたいな、そういういらん誤解を生んでしまうからっていう話です。だからそれが分かってから、その子はなんか迷惑かけられないからと言ってそのアカウントは消したんだけど、写真とかを使うことによってこういう風な誤解を生むパターンもあるんだなって思ったケースですね。で、3つ目なんですけれども、ツイッター上で有名人のさ、画像まとめボットとかさ、こう何時間ごとにランダムで画像をつぶやいていきますみたいなアカウントってあるじゃないですか。僕もあれね、なんか僕のそういう画像まとめアカウントみたいなのが2つぐらいあるみたいで、そのうちの1個はね、明らかなちょっと悪意があるでしょこれみたいなのがあるんですよ。確かに実際
際に僕がねツイッターとかで発信してた自分自身の写真もあれば、僕じゃない人の写真を僕っていうことにしてツイートもしてたりとか、あとは僕がね昔雑誌だったりとかでモデルやってた頃の写真とか、今でもね多分電子書籍で見れるからバックナンバー探したら元画像は絶対出てくると思うんですけど、そのね僕の画像に別の人の目とか口とか鼻とかをコラージュして、確かに元は僕だからそのね写真の雰囲気とかは僕なんだけど、よく見たらこれ目とか全然違うでしょみたいなのとか、他人と組み合わせて若干僕の顔を違う人に作ってるのを僕っていう風にしてその画像ボットにツイートしてたりとかがあるんすよ。あとは勝手に僕のね画像を拾ってきてアカウント主が加工してんのかわかんないんだけど、僕のね目とかを勝手に修正してたりするのね。二重のラインを消して一重にしてたりとか、眼球とかを多分なんか歪ませたりとかして、よく見たらすっごいなんか目とか歪んでたりするの。あと肌をなんかただのブラシで塗りつぶしましたみたいな、明らかに素人目に見てもいや加工下手やろこれみたいな、結構割と悪意のある感じの加工がされてるアカウントがあって、でそれはそのねアカウント主が加工してんのか、青景色とかで検索したらそういう悪意のある加工された画像が出てきて、その人もあこれ四季くんなんだっつって乗っけたのかわかんないんだけど、そもそも画像を勝手に転載してアカウントでボットとして垂れ流すのもやめてほしいし、悪意のある加工とか出典元が僕じゃない公式じゃない画像を流すなってのも言いたいし、動画の切り抜きとかもあるんよ。 YouTube の切り抜きだったらまあもう100歩譲って、本当は良くないんだけど100歩譲って僕の個人のものじゃん。なんだけど公式生放送のとこから引っ張ってきたりとかしてて、それ権利僕じゃなくてその公式さんに権利あるからマジで本当にやめてほしいと思いました。昔は出会い系のさアプリとかの釣り画像として桜として僕の写真が勝手に使われるとかあったんだけど、それって結構なんか誰でも割と多分経験してることで、あ自分の画像がダイエット薬の宣伝に使われてるとか結構あることだと思うんだけど、画像ボットで勝手に僕のね画像を変な風に加工して乗っけるっていうのが初めてだったから、結構それはね僕イラついたんですよ。だから今後もそれをやめないようだったら何かしら動こうかなとは思っております。もうツイッターのアカウントとか作っちゃってる時点で足はつくので、何かしら対処はしていきたいなって思ってます。で4つ目のなりすましについて、これはね僕一番言いたくて一番被害に遭ってる部分なんだけど、22歳とか23歳ぐらいの頃からすごいなりすましの粘着にあってて、なりすましのその犯人っていう思わしき人は2人いるのは確定してるんですよ。しかも男女で1人ずついて、一番最初の古くからなりすまししてる人は女性なんだけどさ、最初の頃はあの魔王っていう名前で僕のね昔の高校時代の写真とかから遡って使ってて、それをねなんかツイッターの鍵アカとかにして魔王ですって僕ですよって言い張ってツイキャスとかをしてんだね。スマホとかで簡単にできる配信サイトみたいなやつで配信をしてるらしくて、ただ顔出しで動画で喋ってるわけじゃなくてその人の声だけでやってるらしくて、で画像を僕にしてて魔王ですって言い張ってるみたいな。しかもそれがね事務所に入る前からその人いて、それが発覚するたびにこの人なりすましアカウントなんで気をつけてくださいって僕注意してるんだけど、事務所に入った後もやめなくて、しかも悪質なのが事務所に入った後にも堂々とミキプロの青木式ですとか言っちゃってるらしいのよ。それは結構いろんな人から報告受けて、ずっとね通報するたびにアカウントの変えて新しくアカウント作って名前も変えてバレないようにしてって同じ人がずっとやり続けてんの。それは分かってるから、あまたこいつかって感じで、実際にツイッター上でも多分検索したら出てくると思うんだけど、青木式なりすましアカウントこちらみたいな、まとめアカウントみたいなのなんか知らんけど全員でまとめてくださってる方がいて、その人の今までの経歴というかアカウントの履歴とか見れるんです。だからそういう昔から僕ってなりすましてツイキャスとかをやってる悪意のある人がいるっていうんですね。でそこに関してはただ本当になりすまして僕だって言って、まあ話の内容は何言ってるか分かんないんですよ。何言ってるか分かんないんだけど、とりあえずまずはそこに関しては被害は出てないっぽいんですけど、もう一人中身が男の人でミキプロの青木式ですよってなりすましてる人がいて、こっちがめちゃめちゃ厄介で、ある日突然全く面識のない女性から僕の方にリプライが来たんですよ。青木式さんって名乗ってる人にお金を騙し取られたんですけど、ご本人じゃないですよねみたいな。私全然その青木式さんを存じ上げてなくて信じ込んでしまってこういう方なんだって、でそれでお金を要求されて振り込んでしまいました、で警察の方に行こうか被害届出そうか悩んでますみたいなリプライが来たんですよ。僕それ聞いてえって思って、マジって、実際に今まで被害がさ大きな被害が出てなかったから割とその一応注意喚起だけして流してたけど、もう金銭要求のトラブルが発生してしまってる時点でこれはまずいなと思って、でその人にあの直接事務所と連絡取ってやり取りしていただいていいですかっていうのを送って、でも事務所とのやり取りの方に移ってもらったんだけど、
ど、話を聞くと、まあ全然住んでるとこも東京じゃなかったし、しかもそれが男で、でしかも金をさ振り込むように要求してるからさ、名前とかさ口座番号とか割れててさ、だから警察に行ってなんかもう訴えるなりなんなり取り締まってもらおうと思ったらできるんだけど、僕のことをもともと知らない人が騙されるってケースが実際に起きてしまったことが結構ショックで、それがね一番僕メンタルに来てて、それからやっぱ今までずっと何年もなりすましの被害でしんどい思いをしてたっていうのはあるんだ。裏でさやってもないことをやってるとか言われたりとか、裏垢とかツイキャス裏でやってるんですねって言われたりとか、で僕本人じゃなくて僕のお兄ちゃんですって名乗ってツイキャスしてる変な人まで現れ始めたの。青景色の兄でホストやってますみたいな。え、うちの兄ちゃん富山県なんですけど、実家の富山県で魚さばいてるけどただの魚屋さんだけどみたいな、お兄ちゃんホストなんかできないよ性格的にみたいな、そういう事件もマジであって、家族の方にまでそうやって迷惑がかかってるから、実際の被害が出てるとか、まあさっき言ったその画像のね悪意のある加工の使用とか、僕の仕事にも影響が出そうなものに関しては今後何か起きたら実際に動いていこうと思ってます。仮に事務所が何もしなかったとしても、僕個人で大人にもなったからお金がないわけでもないし、何か被害があったら実際にね動いていこうかなって思ってます。ということでね、4つについてお話しさせてもらったんですけれども、特にこのね最後のなりすましの件について、なりすましの被害が増えてから自分の顔のアカウントの人からリプが来るたびに一瞬ね心臓がドキッてなって止まっちゃうんですよ。時間が悪意がないって分かってても、本当にただ僕のことを純粋に好きで応援してくださってる方がアイコンを僕にしてるってだけでも一瞬ってそのなりすましのトラウマじゃないけどショックがあるから一瞬固まっちゃって、あ、この人はただのファンだよかったってなるんだけど、まあやっぱその擦り込みじゃないけどさ、ショックな出来事があると人間ってなかなか忘れらんないから、結構僕はそれで自分のね顔写真とかアイコンにしてる人からリプが来るたびにドキッってなることが多くて、割と心身を疲弊してたりすることもあるので、なるべく本当に僕はできれば僕の写真をねアイコンとかに使用するのは避けていただけたら嬉しいなと思います。もしどうしてもね使いたいなって方がいらっしゃったら、せめてプロフィール欄にねアイコンは青木式ですみたいなのを書いておいてくれるだけでも、変な勘違いとかでトラブルを招いたりとかすることがなくなると思うので、そこら辺ちょっとねご協力していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、長々とお話をしてしまいました。今回はね、本当はね、僕の語り動画系ってさ、めちゃめちゃ尺が長くなっちゃうから、なるべく簡潔にね、要点だけをまとめてお話ししたいなって思ったんだけど、誤解を生まないようにとか、語弊があったりするとまずいからと思って、詳しく話そうと思うと、やっぱ尺がめちゃめちゃ伸びちゃって、しかも早口になるし、大変ちょっと申し訳ないなと思いながらも、どうしてもこれだけはちょっとお願いしたかったなっていうところですね。そのやっぱり、悪意のある画像の加工とか使用は、僕のね、仕事の方にも関わってきたりするじゃないですか。やっぱ自分の顔の写真を勝手に加工されて世に出されてこの人ですよって言われるのって、誰、自分に置き換えても誰しもが絶対嫌だと思うのよ。だからこれは写真に限ったことじゃなくて、例えば絵師さんがさ自分が一生懸命描いたイラストがさ、全然知らない人が、あ、この人はいいやんけ、自分も使ったろみたいな感じでさトレスしたりとかさ、絵師さんのイラストを勝手に一部加工して乗っけるとか書き換えて自分の作品にしてしまうとか、自分の作品とかを勝手に知らない人に改変されるのってめちゃめちゃ嫌だと思うんですよね。だからその悪意のある加工とか、まあ僕のね仕事に影響が出そうな加工だったりとか、絶対にこれはやめてほしいし、今後も続くようだったら僕はなんか何かしら動きたいなとは思ってます。一番はやっぱりなりすましですね。なりすましの問題が個人的にはすごいでかくて、割と最近も僕のねツイッターの方に相互フォローの仲のいい人から、なんかツイキャスかなんかで魔王さんって名乗ってる人いるけどこれ偽物ですよねって言われたこともあって、あ、もう僕じゃないですっつって、未だにやっぱ消えないから、それもね泣き寝入りじゃないけど、今まで黙ってた部分でも実際にそういう金銭要求とかのトラブルが出てしまったりしてるので、また何かあったらね警察に相談するなり何かしらね動いていこうかなと思ってます。今気軽に SNS 上で好きな人のね推しの写真とか推しのイラストとか使ってると思うんだけど、使うなって言って完璧に取り締まるのは絶対無理なんだけど、使うなら使うで使うなりのマナーというか配慮をねしてあげてほしいなっていうことが言いたいんですよ。他の人がさ自分の推しの写真を使って変なツイートとかして変に炎上とかしてたら、もう絶対明確にその推しに迷惑かかるの分かるじゃん。このアイコンのやつがみたいな、でこのアイコン誰なんだっつって、あ、あのアイドルかみたいなとかになったら明らかに推しに迷惑かかったり
するやん。そういうのはさ、誰が考えても簡単にわかることではあるから、まあ推しにね迷惑をかけないためにも、そういう画像の使用とかの配慮は最低限考えてしていただきたいなと思います。というね、今回はねそんな感じのお願いというか、まあ気をつけてねみたいな、楽しい動画の内容じゃなくて本当に申し訳ないなって思うんだけど、これだけはねちょっと僕も長年悩んできてることだから、どうしても言っておきたくて今回は動画にさせてもらいました。また今後もね、結構こういうなんだろうな、マナーじゃないけどさ、例えば僕もオタクの人間だからさ、オタク界隈にいて、例えば同担拒否だったりとか他人の地雷についてとか、その辺のねマナーじゃないけど考え方みたいなのもお話ししていきたいなと思ってるので、今後も何かしらこういう話についての僕の意見が聞きたいですとか考えを聞きたいですみたいなのがあったら、ぜひコメント欄に書いてくださると嬉しいです。僕もねそれについて考えてみたいなと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次はねなんか楽しい動画にしたいなと思うんですけれども、また見ていただけると嬉しいです。ということで、楽しい推し生活ライフを送るために皆さん一緒に頑張りましょう。ではありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。